練習はここまでにしましょうか。もうイベントも間近ね。オーディエンスがニコニーの愛に出会うのももうすぐにか。何それ。もうレッスン終盤だけど、あとは何ができるかしら。やれることは全部やっておかないとだし、もうちょっと歌の練習してもいいわよ。マキはどう思う？マキ？どうしたのよ、ぼーっとしちゃって。エリもニコちゃんも随分やる気なんだなって思って。もう当たり前じゃないねえエリ。ええ、やるからには最高のステージにしたいわ。でも今回のイベントは3人ずつ出場なのよ。それがどうしたの？同じミューズの仲間と競うことになるかもしれないじゃない。いいじゃない、ほのかたちに負けないようにニコたちも頑張らなくっちゃ。でもあのね、仲間が出てるからこっちは手を抜いてやりましょうとか言わないでよ。で、別に手を抜こうなんて言ってないわよ。マキ、他のみんなと一緒じゃないからステージにどうやって臨んだらいいのか迷ってるのね。そんなこと少しはあるかも。今まではずっと9人一緒だったから不安になるわよね。でもほのかたちも海たちもニコたちが相手だからって手加減なんてしないでしょ。もしそんなことしたらニコは絶対許さない。ニコちゃん、仲間が他のステージに出るからこっちはイマイチなステージにして場を濁そうとか言われたら腹が立つでしょ。うん、だったらニコたちも最高のステージにしなくちゃ。私たち急に気を使ったりするような間柄じゃないし、だからこそ自分たちのステージに注力できるのかなって思うわ。確かにそうよね。私たちも一番素敵なステージにしなくっちゃ。そうこなくっちゃ。せっかくだし今日のうちにもうちょっと練習しておく？ニコ、思うんだけど。どうしたの？ニコ、はっきり言って。ニコに、エリ、マキのユニットは最高だと思うのよね。ええ。ニコたちって、クールビューティーユニットでしょ？まあ、どっちかといえばそうなるかしら。エリと私はまだいいとして。ニコちゃんがクールビューティーだとは思えないけど。で、クールビューティーユニットであるニコたちにあるものを足したらもう完璧だと思うのよね。あるもの？出し惜しみしないで早く言ってよ。それはニコだけが合わせ持つウルトラキュートっぷりよ。ウルトラキュート。ニコ、それって私たちに可愛らしさがないってことじゃないの？本当のこと言ってごめんなさーい。ま、でもここにニコたちが最強になる秘密があるのよ。それでニコのウルトラキュートはどうやったら私たちにも身につくかしら。それはもう生きるパラダイスキューティー、ニコニーをじっくり観察してもらうしかない。ニコ、パラダイスキューティー？悪いけど全然興味ない。はあ？だからあんたたちは可愛らしさが足りないのよ。全然足りてないし。そうなのかしら。私にもニコみたいな可愛らしさが必要なのかしら。ちょっとエリ、ニコちゃんの言うこと真に受けないでよ。でもこれで私が可愛くなれるなら悪くないかも。もっともっと可愛くなって愛されるスクールアイドルになるために練習するわよ。はい、ニコニーに続いてニコ。ニッコニッコニー。え、またこの練習させられるの？ニッコニッコニー。エリ、本気なの？ほら、そこの釣り目のあなた、ちゃんと練習してください。ニッコニッコニー。ニッコニッコニー。ニッコニッコニー。私、もっと可愛くなれるかしら。